1960年に同日デビューした馬場翔平デビューしたてだから体が非プロ時代バイホーインタータックミオ・ジャイアントババの跳躍力を32分人間ロケット砲ブッチャーの毒リエルボーが決まるか ブッチャーの地獄突きを巧みにかわす、ジャイアントババ、キングコングのドロップキック炸裂。ブロディのパワードム。ザ・ファンクス。サンマルチノの、ベアハック。ベアハックに悶絶する、ジャイアントババ。 サンマルチノの猛攻から脱出できたのはジャイアントチョップでした。お互いグリーンボーイ時代からの大親友でした。出ました白覆面の魔王必殺の足四の地固め。デストとも大親友でした。逸話もあるよ。馬場さんと猪木さんとの関係が垣いまみれる一コマ。 関節技も得意だった。ダイナミックな左上、永遠の議論だよね。バ若か若し頃のインター、タッグチャンピオン。